大場刑事は日本の政治家、東京都世田谷区長、特別区長会会長を務めた。勲章は2004年局日中受章、山形県最上郡船形町を生まれ、1940年東京市経済局に入局、同局に在籍しながら日本大学法学部を卒業した。1943年に世田谷区役所に配属され、農務係長、 候報係長、区議会事務局長を歴任した。1975年、社会、共産、公明、民社4等の推薦を受け、世田谷区長選挙に立候補。保守系無所属で現職の佐野康房、諸派の高田岩を破り、初当選した。1979年の世田谷区長選挙では、前回の非自民4等に加え、自民、社民連、 新自由クラブ3党を加えた7党から推薦を受け、事実上のオール与党体制で再選。1995年、特別区長会会長。1999年の区長選挙では、政党の推薦や支援を得られなかったものの、市民、自由2党が推薦する元東京都議会議員の熊本哲之、民主党が推薦する、元区総務部長の清水淳三、公認会計士、 税理士で、元区議会議員の鈴木義弘、共産党が推薦する日本平和委員会、代表理事の宇藤義孝を破り7戦。2003年の区長選に立候補せず、政界から引退。2004年、世田谷区名翼民に選ばれる。2011年9月1日、肝臓癌のため、区内、カスヤの自宅で死去、88歳没。没後の2012年、 群馬県利根郡川場村の名誉村民に選ばれる。ありがとうございます。